アイテム番号 SCP-389JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-389JP。 1はサイト8123の低危険性物体保管ユニットに保管されています。レベル1以上のクリアランスを持つ職員なら誰でも使用申請書を提出することで SCP-389JP-1 を使用することができます。かかる費用は申請者が用意してください。自作のメニュー。どう変化するか予測できないものを使用するときは事前に報告してください。説明、SCP-389JP は2000年月日に、市の回転寿司チェーン店、寿司と、寿司にて、寿司が暴れている、爆発音がする、という通報を受け、警察無線を傍受していた財団フィールドエージェントにより回収されました。発見時 SCP-389JP には、寿司と、寿司の間の駐車場にて、26対22で口述の戦闘行為を行っていました。目撃者には記憶処理が施され、周辺にはカバーストーリー、過激な動画投稿者が適用されました。SCP-389JP は SCP-389JP-1、A、B と SCP-389JP-2、A、B に分けられ、SCP-389JP-1、A は、逗子、SCP-389JP-1、B は、逗子の店内で放送されていた時点の自慢の点を収録した CD です。1SCP-389JP-2 は SCP-389JP-1 によって変化した寿司です。SCP-389JP-1-A によって生じたものを SCP-389JP-2-A、SCP-389JP-1-B によって生じたものを SCP-389JP-2-B とします。一般的に、軍艦巻きと呼ばれる寿司が60デシベル以上の大きさの SCP-389JP-1 の音声に連続で1分以上暴露すると、SCP-389JP-1 は異常性を示します。SCP-389JP-1 に暴露した、軍艦巻きはおよそ3分後に SCP-389JP-2 に変化します。SCP-389JP-2 は自律行動する、軍艦巻きです。SCP-389JP-2 は半径2メートル以内のものを、目視、することができます。SCP-389JP-2 は行動の際に最大約95デシベルで、その行動を行った時の、軍艦の行動音を出し、この時の音は距離減衰が通常の5倍ほどになっています。SCP-389JP-2 の出す駆動音から船首を特定する試みは失敗しています。活性化中の SCP-389JP-2 は、時間経過による乾燥や汚れなどを受け付けず、接触することが可能です。一部の SCP-389JP-2 は、軍艦巻き、のネタを消費し相手を損傷させる攻撃をすることができます。また、ほぼすべての SCP-389JP-2 はシャリを直径 0.5mm の弾に加工し、主に上空を飛行する相手に対し約 50.00cm 毎秒で飛ばすことができます。これは対空攻撃だと思われます。形状を保つために、シャリの量が 60% を切った場合、シャリを使った攻撃はできなくなります。これらの攻撃は相手の SCP-389JP-2 には効果的ですが他の生物、物体に対しては通常通りの影響以外ありません。ネタを消費しきったり、シャリの量が 60% を切ったりした場合、近くにネタ、シャリがある場合は SCP-389JP-2 は補給を試みます。この状態で3時間経っても補給ができなかった場合は戦線から離脱した後、異常性を失います。また、約 50% の損傷でも無力化し、異常性を失います。SCP-389JP-2
には個体により移動速度、攻撃方法が異なり、軍艦巻きの質が良いほど性能が良くなります。同じ SCP-389JP1 から生じた SCP-389JP2 以下、同盟軍と表記、他仲間として共に行動し、打電及び無線によりコミュニケーションを取ることができます。通信の内容は SCP-389JP2A、B とも日本語ですが SCP-389JP2A は艦名が英語であり、SCP-389JP2B は日本語です。この通信をこちら側が傍受することはできますが、こちらの通信に一切の反応はありません。通信の内容には SCP-389JP2 に乗組員が乗っている前提の内容のものもありますが、現在まで SCP-389JP2 に乗組員と見られる存在は確認されていません。SCP-389JP2A と SCP-389JP2B は敵対しており、遭遇すると戦闘を始めます。戦闘時の戦術は同盟軍の数が多いほど優れたものになります。この戦闘行為はどちらかの SCP-389JP2 が全て破壊されることにより終結します。勝利した SCP-389JP2 は近隣の皿の上へと移動し、異常性を失います。皿がない場合は、近隣で最も清潔な場所まで移動し異常性を失います。この際、戦闘によって生じた損傷以外の汚れなどは即座に除去されます。この時の、軍艦巻きを接触した被験者は、よくわからないが勝利の味がする、と述べています。被験者の脳を調査した結果、ドーパミンの放出量が増えていることが明らかになりました。現在判明している SCP-389JP2 個体の記録を表示。具材、イクラ、最高移動速度、およそ 1.20cm/秒、特性、攻撃手段、イクラを6秒に1発約 43.30cm/秒で飛ばし攻撃。耐久力と破壊力があり、戦艦の役割を担っていると思われます。具材、ネギトロ、最高移動速度、およそ 1.00cm/秒、特性、攻撃手段、攻撃は行わずネギトロを他のネタ、シャリに変化させ、同盟軍に供給します。補給艦の役割を担っていると思われます。具材、シラウオ、最高移動速度、およそ 1.10cm/秒、特性、攻撃手段、シラウオを飛ばし自律行動させます。シラウオは最高約 21.00cm/秒 で飛行し爆弾としてシャリを2粒から打につけており命中した場合中程度の損傷を与えます。またシラウオは口から体組織の一部を毎秒3発約 50.00cm/秒 で発射でき、これは空対空戦闘で効果的です。任務を終える。攻撃手段がなくなる。飛び立って30分が経つとシラウオ軍艦へ帰還します。シラウオ軍艦は空母の役割を担っていると思われます。具材、飛び子、最高移動速度、およそ 2.10cm/秒、特性、攻撃手段、飛び子を毎秒2発約 39cm/秒 で飛ばす他に、地面を這わせるように約 1.30cm/秒 で飛び子を放ち攻撃します。中程度の破壊力を持ち、駆逐艦の役割を担っていると思われます。具材、ウニ、最高移動速度、およそ 1.30cm/秒、特性、攻撃手段、攻撃は行わず相手の打電傍受、大まかな位置の特定、通信妨害、半径100メートル内にある具材の大まかな位置を同盟軍へ知らせるなどの情報支援を行います。情報収集艦の役割を担っていると思われます。具材、イカ、最高移動速度、およそ 1.00cm/秒、特性、攻撃手段、シャリの部分を地面に潜航させることができます。シャリの部分の厚さよりも薄い面に潜航することはできません。この状態のイカ軍艦はネタの部分が見えているにもかかわらず、
攻撃しない限り他の軍艦には認知されないようです。しかし、攻撃は通常通り通用します。また、地面を這わせるように約 1.30cm 毎秒でイカを放ち攻撃します。潜水艦の役割を担っていると思われます。具材、ツナ、最高移動速度、およそ 2.00cm 毎秒、特性、攻撃手段、攻撃は行わずツナを乗り、シャリに変化させ同盟軍を修復します。また、同盟軍の残骸の回収も行います。工作艦の役割を担っていると思われます。具材、コーン、最高移動速度、およそ 3.20cm 毎秒、特性、攻撃手段、コーンを10秒おきに4発約 76.50cm 毎秒で飛ばし攻撃します。コーンには大きな射程と中程度の破壊力、誘導性があり、トップアタックの軌道を取ります。これはネタを破壊するためだと思われます。ミサイル巡洋艦の役割を担っていると思われます。具材、唐揚げ、最高移動速度、およそ 3.30cm 毎秒、特性、攻撃手段、唐揚げを細かくしたものを毎秒20発約 75.8cm 毎秒で飛ばす。小さな円柱状に加工した誘導性のある唐揚げを約 79.00cm 毎秒で放つことによって相手の攻撃を無力化します。イージス巡洋艦の役割を担っていると思われます。具材、バニラアイス、最高移動速度、およそ 32.00cm 毎秒、特性、攻撃手段、アイスを変形させ相手に突き刺す、叩きつける、切りつけるなどの攻撃を行います。アイスを変形させ防御にも使います。活性化中にアイスが溶ける様子は確認されませんでした。役割は不明。具材、伊勢海老、最高移動速度、およそ不明、特性、攻撃手段、空中飛行、瞬間移動を行い、伊勢海老の目の部分から SCP-389JT2 に対する高い破壊力を持つ光線のようなものを発射し攻撃を行います。また、不可視の防壁を張っています。役割は不明。戦闘記録を表示。戦闘記録389。い、日付2000、年、月、日。場所、逗子と、逗子の間にある駐車場。発見時に行われていた戦闘、SCP-389JT2。A 側はイクラ軍艦8艦、トビコ軍艦6艦、ネギトロ軍艦6艦、ツナ軍艦6艦、SCP-389JT2。B 側はイクラ軍艦6艦、トビコ軍艦4艦、ネギトロ軍艦2艦、シラウオ軍艦6艦、コーン軍艦2艦、唐揚げ軍艦2艦の26対22で行われていました。経過観察、かなり大規模な戦闘を行っており、SCP-389JT2B の方が優勢でした。詳細は不明。結果、すべての SCP-389JT2 個体が駆けつけたエージェントにより回収されたため勝敗は不明です。戦闘記録389、ロ。日付2000、年、月、日。場所、サイト、8123の研究室、付近。それぞれ低品質のイクラ軍艦1艦、トビコ軍艦2艦で3対3で行われた。経過観察、出会ってすぐに戦闘が開始した。コミュニケーションを取っている様子はなくバラバラに攻撃していました。結果、SCP-389JT2A 側が勝利。特筆すべきことはなし。戦闘記録389。は、日付2000、年、月、日。場所、サイト、8123の研究室、付近。中品質のトビコ軍艦5艦。SCP-389JT2A と中品質のバニラアイス軍艦1艦。SCP-389JT2B。を戦わせる。経過観察。戦闘開始直後にバニラアイス軍艦がトビコ軍艦を1艦破壊。残りのトビコ軍艦がバニラアイス軍艦を囲むように陣形を作る。結果、SCP-389JT2
A 側が勝利。残った飛び子軍艦は1艦でした。戦闘記録389。に、日付2000、年、月、日。場所、サイト、8123の研究室、付近。中品質のイクラ軍艦3艦、飛び子軍艦5艦、コーン軍艦5艦、ツナ軍艦3艦、ネギトロ軍艦3艦、SCP-389JP-2-A、と高品質の伊勢の海ロー軍艦1艦、SCP-389JP-2-B、を戦わせる、経過観察、SCP-389JP-2-A 側の攻撃は SCP-389JP-2-BB の不可視の防壁に防がれているようにえ。SCP-389JP-2-A は SCP-389JP-2-B の攻撃一発で破壊されていました。SCP-389JP-2-B の不可視の防壁は攻撃の際、一時的に消滅するようです。結果、SCP-389JP-2-A 側が勝利。残った SCP-389JP-2-A は飛び子軍艦2艦、コーン軍艦1艦でした。SCP-389JP-2-B は研究室外に瞬間移動した際、偶然通りがかった、研究員のペットの犬に捕食され無力化しました。戦闘記録389、歩、日付2000、年、月、日、場所、サイト、8123の一時休業地中の食堂及び周辺通路の一部、付近。高品質のイクラ軍艦15艦、飛び子軍艦20艦、ネギトロ軍艦5艦、シラウオ軍艦3艦、ウニ軍艦3艦、イカ軍艦5艦、ツナ軍艦5艦、コーン軍艦10艦、唐揚げ軍艦15艦の2セット、SCP-389JP-2-A、B、とネギトロとツナを 5kg ずつ用意し調理場に複数に分けて設置した SCP-389JP-2 の通信は常に傍受しておき、通路の都合上レベル1以上のクリアランスを持つ職員は自由に観察できるようにする。経過観察、戦闘は2日間に及んだ。1日目、 SCP-389JP-2-A 側はネギトロ軍艦、シラウオ軍艦、ウニ軍艦、ツナ軍艦を中心とした輪形陣を3つ作り、シラウオを飛ばし周辺を警戒しながら調理場に進行。SCP-389JP-2-B 側は全個体で1つの輪形陣を作り、シラウオを飛ばし周辺を警戒しながら調理場へ進行。SCP-389JP-2-A が入り口1。SCP-389JP-2-BB が入り口2から食堂に入った時点でウニ軍艦により互いの存在が明らかになり、両軍ともに厳重警戒態勢をとる。両軍とも食堂の入り口から少し動いた地点で停滞し、傍受していた打電の内容から情報戦を行っていたと推測されます。2日目、AM7 時頃、互いの戦力がほぼ同じだと判断した SCP-389JP-2。A 側がイクラ軍艦2艦、飛び子軍艦3艦、唐揚げ軍艦3艦、コーン軍艦2艦に護衛のシラウオをつけ調理場に進行させる。約30分後、SCP-389JP-2-A 側が複数のネギトロ、ツナの塊を発見。打電を受けた SCP-389JP-2-A は本体を調理場に進行させる。同時に SCP-389JP-2-B 側が SCP-389JP-2-A が動いたことを探知。イカ軍艦1艦を偵察に向かわせる。SCP-389JP-2-B は相手の戦力が同等かそれ以上と判断していました。AM8 時頃、SCP-389JP-2-B のイカ軍艦が前述の SCP-389JP-2-A 軍を発見、本体と通信を交わし、待機。打電を受けた SCP-389JP-2-B はイクラ軍艦6艦、
飛び子軍艦9艦、白魚軍艦1艦、ウニ軍艦1艦、コーン軍艦3艦、唐揚げ軍艦5艦を向かわせ、後方から本隊も進行。 AM10 時頃、SCP-389JP2 B の先遣隊と SCP-389JP2 A の先遣隊が接触。 SCP-389JP2 B の待機していたイカ軍艦のイカが SCP-389JP2 A のコーン軍艦に命中すると同時に SCP-389JP2 B 先遣隊は攻撃を開始。この戦闘は30分で終結。SCP-389JP2A 先遣隊は全滅。SCP-389JP2B 先遣隊はイクラ軍艦2艦、トビコ軍艦1艦を失った。その後 SCP-389JP2B 先遣隊は本隊と合流しツナ軍艦による修復、ネギトロ軍艦による補給を受けた。SCP-389JP2A 本隊は3つの輪形陣に分かれたまま調理場へ進行。確保していた調理場中央あたりのネギトロ及びツナの塊へ1つのグループが陣取り、残りの個体は調理場に潜伏または巡回していた。 SCP-389JP2B は調理場の外へ陣取り、3対1組のシラウオを6組調理場へ進行させる。3分後、潜伏していた SCP-389JP2A の唐揚げ軍艦数艦によりシラウオが5体破壊される。7分後、さらに7体が破壊される。11分後、さらに3体が破壊され、残り3体となる。12分後、ネギトロの塊に陣取っていた SCP-389JP2A 軍を発見するも、ウニ軍艦による通信妨害が実行され、SCP-389JP2B 本隊へ連絡することなく全滅。 AM11 時頃、 SCP-389JP2B の全個体が輪形陣を取りつつ調理場へ進行。12分後、イクラ軍艦2艦、トビコ軍艦5艦からなる SCP-389JP2A 軍を発見。コーン軍艦により攻撃がなされ、SCP-389JP2B は損害なくこれを破壊。13分後、SCP-389JP2A のイカ軍艦3艦の待ち伏せ攻撃により SCP-389JP2B のイクラ軍艦3艦、唐揚げ軍艦2艦、ウニ軍艦1艦が破壊される。SCP-389JP2A のイカ軍艦は1艦が逃走、2艦は破壊された。SCP-389JP2A が再び3つの輪形陣を編成し、すべてのグループが SCP-389JP2B へと進行を開始。10分後、1つの SCP-389JP2A 軍が SCP-389JP2B と接触。他のグループへ情報を伝え、戦闘を開始する。AM12 時頃、すべての SCP-389JP2 個体が戦闘状態に入る。すべてのシラウオ軍艦、ウニ軍艦、コーン軍艦及び唐揚げ軍艦数艦は前線から離れ活動している。5分後、戦闘がさらに激化。数では SCP-389JP2B が優勢。しかし SCP-389JP2A は SCP-389JP2B を囲むように展開しており、戦況は SCP-389JP2A が優勢。PM3 時頃、SCP-389JP2A のイクラ軍艦1艦、SCP-389JP2B のイクラ軍艦1艦を残し全滅。結果、SCP-389JP2B が勝利。残っていたのはイクラ軍艦1艦で、ネタはほとんどなく 30% は破壊されていました。1分後、職員の用意した皿の上へ移動し、異常性を失いました。
このイクラ軍艦を接触した。博士はイクラ軍艦が前述の通りであったにもかかわらず、非常に微味、と答え、3分間の間、無力化した SCP-389JP。2軍へ向かって涙を流し敬礼を行い続けました。かなり盛り上がっていたようですが、見に来た職員が多すぎました。多少ながら職務に影響が出ていたので今後の SCP-389JP の使用は観察に人数制限を設けてください。サイト8123管理者。戦闘記録389。ホ PM3 時頃の通信ログの抜粋を表示。SCP-389JP。2、B、唐揚げ軍艦。こちら護衛艦。つくね。敵の攻撃を受け護衛艦。もも肉。戦艦。筋子。戦艦。赤玉赤玉。駆逐艦。飛び魚。駆逐艦。ひたまご。の合鎮。護衛艦。胸肉、空母、白魚、の大破を確認。SCP-389JP、2、B、イクラ軍艦、我が、酒卵イクラ、詳細なる戦況を求む。SCP-389JP、2、B、唐揚げ軍艦、こちら護衛艦、つくね、戦況、無線が混乱しているため詳細は不明、敵多数、敵のサーモンロウ級戦艦7隻。フライングフィッシュロウ級駆逐艦8隻。FT&GO 級補給艦2隻。アイスフィッシュ級空母1隻。スクイード級潜水艦2隻。コーン級ミサイル巡洋艦5隻。ディープフライド級イージス巡洋艦6隻の撃沈を確認。SCP-389JP。2、B、イクラ軍艦。我。酒卵、了解、我、機関の元へ行かん。SCP-389JP、2、B、唐揚げ軍艦、こちら護衛艦、つくね、了解した、援護を開始する。通信は SCP-389JP、2、A のウニ軍艦により一時的に断裂、通信復帰、SCP-389JP、2、B、唐揚げ軍艦、激しいノイズ音。こ、護衛、攻撃を、高校府、敵、サーモ、戦、1、SCP-389JP、2、B、イクラ軍艦、我、酒卵、機関を発見、救援に向かう、SCP-389JP、2、B の唐揚げ軍艦の無力化が確認される、SCP-389JP、2、B、イクラ軍艦、我、酒卵、つくね、応答せよ。SCP-389JP、2、B、イクラ軍艦、護衛艦、つくね、よくやった。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。